願いします。さあザキヨカさんよろしくお願いします。ザキヨカさん、お、寒そうだね、ザキヨカさんね。これはなんて言われるんでしょう、皆さん。裸じゃないですか、あれは。大丈夫ですか、なんか。あれは裸と言うんですかね。裸ですよ、なんか。もしかして全身ないですか。おー、来た。さあ、それではザキヨカさんです。アニマルバルーンパフォーマー、ザキヨカ、行ってみましょう。スタート。やるんだ、アニマルバルーンパフォーマーのザキヨカだ。よろしく、ワールドワイド。みんな、これが出落ちだよ。わかるかな。外寒いんだよ、もう。早く呼んでほしいよ、もう。みんな気になってるだろうけど、ワイルドライフというのは日本語にすると野生動物という意味だ。覚えておいてくれ。拍手で共感。よいしょ。さあ、今日もザキ、動物をバルーンで作っていくよ。まずは一本のバルーンからいこう。よいしょ。大丈夫だよ、ザキ、ちゃんと手洗ってるからね。さあ、行ってみよう。さあ、まずはこの赤いバルーンを見ずに後ろで動物に変えてみせよう。いくよ。はい、できました。プードル完成だね。すごくいい反応してるね。けどね、本当は作ってないよ。さあね、こんなものは捨ててしまおう。どうした、みんな、ザーキーのここがへっこんでるの、そろそろ気になってきたかな。これはね、ロート教と呼ばれる胸で、とっても健康的に良くないんだ。なんでもね、ここがへっこんでることによって、ザーキーの心臓、常に圧迫されているんだ。しかし、ザーキーはへこたれないよ。この欠点を使って、なんと泣くことができるようになったんだね。地味だろう。ザーキーはこの音を使って、遠くの仲間とコミュニケーションを取ったり、気になるメスに求愛行動を取ったりするんだね。大体9割方振られるんだけどね。さあ、それじゃちょっと凝ったとっても素敵な生物を作ってみようと思う。行ってみよう。よっ。さあ、3分ということで時間がないからね、今日省いていこう。はい、さあこちらを。よいしょ。さあ、これをつけると、とってもロマンチックな素敵な生物、白鳥完成だ。こんにちは。さあ、これは後で、ね、外の皆さんにプレゼントしようと思う。なんと今日はペリカンの首もセットでプレゼントだね。意外とみんなあったかいね。さあ、それじゃ次でザーキー、ラストのネタにしようと思う。最後はね、とっても似ている動物モノマネでお別れだ。いくぞ。よっ。ヤモリ。それじゃみんな、ありがとう、バイバイ。はい、終了。ありがとうございます。彼このままずっと外にいましたからね。いましたね。鼻水が止まらない。これラジオじゃなかったら、見てこの鳥肌を。ラジオじゃなかったらただの変態ですよね、これね。みんなものすごい目で見て通っていくんだよね。大丈夫だよ、さっきね、変態ではあるけど害は加えない。はい、さあそれではショーンの点数が出ました。いってみましょう。お、3.5。微妙。微妙。ねえ、もう仲がいけなかったから。あ、ヤモリがなければもっと高かった。最後はね。はい。はい、ありがとうございました。ザーキーヨカさんでした。ありがとうございます。ペリカン欲しい。ね、かわいい。それ後で個人的にもらってください。さあ、次行きましょう。はい、じゃじゃん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 。